ジョゴードジャパンのぽっちゃりコーデ研究所スタートです。お願いします。じゃあ今日のモデルちゃんの自己紹介お願いします。まずはじゃあこっちからライちゃんから。はい、モデルしてます、ライです。よろしくお願いします。お願いします。はい、上は LL、 下は 4L サイズのミカポエです。よろしくお願いします。お願いします。5L モデルの葵です。よろしくお願いします。お願いします。今日から4月のライブ1回目ですけど、はい、今日のテーマはみんなの似合う感じの服を、はい、購入しました。セレクトさせてもらって、あとちょっとみんなのぽっちゃり気になるところとかカバーできるような商品を紹介していきたいと思います。お願いします。ライちゃん、はい、はいはい、じゃあライちゃんからお願いします。はい、はい、フロントリボンフラワーロングワンピになります。でお色はこの1色ピンクになるのと、サイズが LL から4L になります。ライちゃん今 4L 着用してます。どうですかサイズ感は。サイズ感は普通ぐらいですね。大きすぎることもなく小さすぎることもない、ちょうどいいぐらいです。うん、サイドにチャックがついてるので着脱もしやすかったです。うん、でライちゃんちょっと胸ね、はい、気になるんですけど、どうですか胸周りとか。全然 4L でちょうどいいかなってくらいです。はい、じゃあぐるっと回って見せてもらっていいですか。はい、じゃあ、ライちゃんかわいいって来てます。ありがとうございます。すごいライちゃん色白なんでピンクのこういうワンピ似合うかなって感じで、スタイリストのゆっちょさんが選んでくれました。ありがとうございます。裏地とかポケットとか教えてください。裏地がちょうど膝ぐらいまであります。ポッケはありません、はい。うん、もう夏もいけそうなシフォン生地ですよね。そうですね、はい、生地の柄をちょっと見せるのでアップします。はい、似合ってますねって来てます。かわいい。何の柄ですか。スズラン。へえ、めっちゃ可愛い。可愛い。デートとかぴったり。ね。うん、男子受けすごい良さそうですね。うん。でウエスト周りもすっきりしてるので。はい。ここからぽよちゃんのがトップスからいきますか。はい。トップスがすごいいつも人気のスカシアミドルマンサマーニットになってます。はい、お色がねめちゃくちゃあるんですよ。あおいちゃんも手伝ってもらっていいですか。ブラック、ホワイト、はい、ピンク、私グレー、グレー、はい、カーキー、はい、ネイビー、はい、パープル、パープル、はい、のベージュ、ベージュの8色です。8色です。おい、あ、今ねダイちゃんのワンピカラバリありますかってことなんですけど、ピンク一色です。はい、はい、かわいいってきてます。結構ね透かし編みがあって夏も全然着れる。着れます。夏、ね、中にちょっとかわいい着て、うんうん、でタオルだけで結構ね、この編み目大きいんで通気性はいいですよ、本当に、うん、はい。ブラヒモ隠しのインナータンクトップを着てくださってます、はい、でこれが L から6L までワンサイズずつありまして、ブラヒロ紐隠しっていうのがね、カッター幅が広いんですよね。そうです、ここのね、ここの、うん、ここ、これこれ細いとね、ブラの紐が、うん、そう、意外と見えちゃう、意外と見えるんですけど、ここがしっかり太いんでブラの紐が隠せるっていう、はい、気になるじゃないですか、やっぱりちょっとこうできたりすると、うんうんうん、これをね隠せるのと、はい、カポヨちゃんは下半身がサイズが違うんで、ね、まあ、4L ですね。 4L 入っていただいてます。はい、はい、あ、じゃあついでにウエスト周りも見せてもらっていいですか。ウエストもは、フェイクになってますね。なのでこう本当にスパッツのようなほいほい感じです。
ポケットも全部フェイクですか？後ろ、後ろはフェイクじゃないんですけど、前はフェイクです。ここで。うん。ちょっとここはフェイクってなってます。はーい。はい。で、メカポーちゃん身長何センチでしたっけ？165です。で、ちょっと裾は長めですか？そうなんですよ、私はサイズをこの太もも下半身に合わせて買ってしまうと丈がちょっと長くやっぱりなってしまうんですね、うんうん、なので、まあ、これでも気にならなかったらそのまま履いていいかなと思うんですけど、うんうん、気になったらロールアップしたりとかはいしたらいいかなと思います。じゃあ葵ちゃんです。お願いします。お願いします。じゃあ葵ちゃんのトップスがちょっと前から見たらねシンプルなんですけど、 V ネック七分袖プルオーバーになってます。じゃあ後ろを見せてもらっていいですか？かなりざっくり見えて、うん、実は涼しいという。かわいい。でサイズが LL から 5L になってまして、LL、3L、4L、5L で、お色が、お色紹介ですか？すいません、ブラックとホワイトと、はい、葵ちゃんのブルーグレーになってます。どうですか？葵ちゃんは今日 5L、はい、全部着られてるんですが、サイズ感いかがですか？もうゆったりしてて、まあ、背中がレースなので少し涼しいし、うん、多分もうちょっとしたら全然あの4月中旬ぐらいからだったら多分着れると思います。うん、そうですね。インナーも先ほどブラヒも隠し着ていただいてます。じゃあスカートも紹介します。ウエストゴムプリーツチュールスカートになってまして、サイズが LL、3L、4L、5L と 6L、7L の3サイズになってます。で 4L、5L を履かれてます。サイズ感どうですか？ぴったりって感じです。うんうんうん、あの緩むこともなく、ほんと私のサイズ感にぴったりジャストって感じです。でお色がブラック、ライちゃん持ってます。ブラックとブラウンになってます。身長が、はい、156cm です。でふくらはぎの中間のミモレ丈ですね、うん、そうですね。多分でももうちょっとこう長くすることもできます、うん、はい。履き方によっては、うん、後ろ姿セクシーって後ろ見せてくださいって来てますね。はい、いい感じです。だいぶたっぷりしてるので。そうですね、うん、ゆったりしてますね。であのリボンも取り外しができるので、まあここの幅ももうちょっとこう広くもできますし、キュッとこうしてもうん、ちょっとあまりにも露出が気になるさは、スカートかわいいですねって来てます、ね、かわいいですねスカート。じゃあ今日モデルちゃん締めてもらっていいですか？締める、はい。では今日もミカポヨとライト葵でした。ありがとうございます。はい、来週も見てくださいね。